私はカウンセラーになりたいです。心理学の大学とかは出ていないので、心理カウンセラーという名前がしっくりくるかどうかはわからないのですが、自分自身もハイリーセンシティブパーソンだという強みを生かして、HSP の人々や目標を持って人生をもっと前向きに生きていきたいという人々のお手伝いをする仕事をしたいです。私の理想のカウンセラーは、カウンセリングルームの中で家でヨガや瞑想してくださいねというだけではなく、そのクライアントさんにヨガや瞑想が必要だと思ったら、カウンセリングルームの中で一緒にやる。クライアントさんが人混みが苦手で平気になるように克服したいというのであれば、一緒にショッピングモールや街中に出かけたりしたい。クライアントさんの頭の中や気持ちがごちゃごちゃ散らかっているなと思ったら、まずその方のお部屋の断捨離を一緒にやりたい。一日の中でどこまでとか縛りが難しいかもしれませんが、カウンセリングルームの中だけでなく外でもつながっていたいので、 LINE みたいなやり取りができるようにもしたいな、などいろいろ思い描いています。人に合った対策やその人が心地よいと感じる距離感は本当に人それぞれですので、時間をかけて一人一人に合う距離感、バランスを見つけながらお互いに学んで成長していけるカウンセラーになりたいです。カウンセラーが言うことが 100% 正しくて 100% クライアントさんに当てはまるということはありません。カウンセラーはクライアントが見えていない部分を気づかせ、視野を広げたり可能性を示す、こうしなさいというのではなく導くというイメージです。皆さんがカウンセラーさんに求めるものは何ですか？よかったら聞かせてください。 2,3 ヶ月前に認知行動療法 CBT のいい勉強法を知りたくて、 CBT も行っている診療クリニックへ偵察に行きました。今まで心療内科と呼ばれる場所 3,4 箇所行ったことがありますが、どこも殺風景というか人情味のないインテリア、レイアウト、真っ白な壁に観葉植物がちょこちょこ置かれていて、水槽があって、テレビのスクリーンには綺麗な景色が優しくトランジッションされながら永遠に流れている。そしてこんな音楽が必ず流れてる。気を落ち着かせるようにというスタンダードな病院の雰囲気作りなのかもしれないが、こんな雰囲気、私だったら余計に気がめいる。診療に行った時の話に戻ると、まず先生に会う前に看護婦さんが、はい、今日はどうされましたか？と言いながら血圧を測る部屋に行くと思うのだが、その部屋のスライドドアが最後の方は手で押さなくても自動で磁石でスーッと閉まるタイプのドアだった。深い意味もなく、ただそんなタイプのドアなんだなと閉まっていくのを眺めていると、看護婦さんが鍵かけましょうか？と聞いてきた。きっと鍵をかけたがる患者さんが時々いるんだろうと思った。それから看護婦さんが今日はどうされましたか？と聞いてきたので、CBT の勉強法を先生に聞きたくてと答えると、これまでいつもルーティーンを無意識にこなしていたんだろうなというぼーっとした表情が、急に意識が現実に戻ってきたみたいな顔つきになり、私の問診票をガン見し始めた。なんか悩んでいることはありますか？ないです。じゃあ日常で困っていることとかは？ないです。じゃあもう少しロビーでお待ちください。私の問診は3分で終わった。先生の診察では、勉強したいことがありすぎて脳みそが休まらなくて時々眠れないことはありますと話したら、考え事がぐるぐるして眠れないとパチパチパソコンに入力していた。そういえばこの間の健康診断でも時々眠れないことがありますと話したら、誰か相談できる人はいますか？と理由も聞かずに即答された。もちろん素晴らしい診察をされている先生は実際にいらっしゃいます。今回は私の診察に行った理由がイレギュラーだったかもしれませんが、患者さんの表情も見てるのか見ていないのか、一つ二つ症状を聞いて医者のこれまでの経験の中にあった過去のパターンやケースにただ当てはめて薬を処方しているだけな気がするのは私だけでしょうか。診療所へ行く人はぐるぐる考えすぎて自分でどうしようもできなくなり、頼れる人もいなくて最終手段で診療へ行く場合がほとんどだと思います。そしたらもちろん自分に構ってほしいというか、心配してほしいというか、
大事に扱ってほしいという気持ちが意識的にも無意識的にもいくらか働いて、症状を少しオーバーに話したり、自分も病気だと言ってもらえた方がこれまでのモヤモヤに納得がいくので、そう振る舞ったりしてしまうことがあります。以前この動画でお話ししましたが、診療クリニックに通っている人の中で正式な精神病と診断名がつく人はたったの 5% だそうです。 95% の人たちは自分のモヤモヤの理由を探るために行くのだと思うのですが、初診の時はもしかしたら頑張れば自分の力でまだ引き戻せる状態だったかもしれないのに、クリニックへ通ったことをきっかけに本当に病気になってしまったということはありえないでしょうか。もちろんちゃんと医師の診断のもと適切な処置や薬が必要な人はいます。私はここくらいの人々に訴えかけられるような仕事をしていきたいです。今日も見ていただきありがとうございました。穏やかな一日をお過ごしください。バイバーイ。